皆さん、こんばんは、和道です。こんばんはつうか、こんにちはか。2018年1月の2日、15時49分です。よろしくお願いします。うなちゃんマンと久々にお話をしてました。はい、野田てるさんいらっしゃい。やっと。はい、お疲れ様。コージュンさんいらっしゃい。アメ人と一緒に神殺しが見れると思った。 なんかチャマン今日あれだったね。なんかこうローギアだったね。ローギアチャンマンはローギアだったわ。エンジンなんだろうね。お酒が深く入ってんのかね。今最近あんな感じなのかな。いやでもアメリカ人のパータローは面白かった。 パータローは面白かった。 パータローとなんつってたっけ。 パータローとなんとかっつってたね。面白かったね。 アメリカ人も噛みついたのがちょっと面白かったね。 喧嘩売りに行くスタイルなんだと思って。 まあ役割的にはそうだよ。リスナー的にはそれが見たい。何、今、マニア様っていう人がお気に入りなんだ、チャンマンの。チャンマンのパータローは久々聞いたよね。面白かったね。カミさん、風船ありがとう。ありがとうございます。ツイッターフォローありがとうございます。ゲルゲがツイキャスしてて、チャンマンブロックされてるのを知って機嫌が悪かった。あ、そういう流れか。あ、だから当てつけで、新しい女っていう配信やってんのか。マニア様口説いてるんだよ。こっちは女いるんだよっていう流れか。老眼？字が読めない。メガネかけなよ。こっぱだ、こっぱだ。こっぱ野郎とかね。シャンマンとの掛け合い面白かった。絶対に嫌われてないでしょ。なぜブロックされてる？いや、だから、金梅さんもヒカルくんも、荒野も、伊藤も、だから大手は全員ブロックしてるでしょ。だからお前も、そういうのに入ったんだよっていう、なんつうの、応援メッセージだよ、あれは。シャンマンからの。和道、お前だけじゃなくて、金梅も光くんも、荒野も全員入れてるんだよって。要は、認めてあげてんだよって言ってくれたんでしょ。まあまあ、でも、シャンマンにビタビタだったから、3年間ぐらい。自分は自分でやっていくの、もう大事だなと思ってるから。もうちゃんまんの背中を追っかけてずっとやってたからね。あ、いいんだよ。見れなくて、放送見れないのは寂しいけどね、ちょっとね。いちいちログアウトしてみたいとは思わないからさ。さすがに見るもんなくなったなとは思ってるけど。でもまあ、やっぱり見てればね、情が湧くし、ちゃんまんの話題ばっかりになっちゃうからね。俺はこの8ヶ月間ぐらいちゃんまんから離れてよかったと思ってる。あんまり依存すると配信は良くない、慣れ合うから。
サンマはね、その難しいんだよ、その緩急が。そう、掛け合いが難しいんだよね。今日どの日か分かんないから、探り合いから始めないといけないんだよ。うん、あ、老眼かけてて見えないんだ。新しいの買った方がいいね。うん、老眼でいつから始まるんだろう。うん、まあでもなんか久々にシャンマンと話して面白かったな、うん、なんかほっこりしたね。変わんねえな、変わんないあの人、ブレてない全く。いや、のんちゃんも老眼なの？のんちゃんも老眼なの、うん、いつぐらいから始まんの老眼って。何、どうなるの老眼って。近くが見えないんだ。遠視になってくんだ。あ、それつらいね。あ、こだからこうやって見んのか老眼の人って。なんかやたら距離遠いもんね。なるほどなるほど。おばあちゃんとかそうだもんね。でもね、荒野も認められてるっていうのがすごかったね。うん、三万に一目置かれてたね。やべえな、ジム行く前に眠くなってきたな。配信終わったらジム行こう。1時間ちょっとみっちり汗流してくるわ。収入の話は結構その心開いてる人とかうまい感じに聞かないと。収入の話は動画職人さんが欲しい絵だと思ったから入っていったのよ。月いくら稼いでんのっていうのは素材になるから、あのミラー職人とか動画職人の。ただ250万っていうのはちょっと美味しい絵が撮れたんじゃないの。近視老眼乱視、俺もそうなるんだろうな。そうそう、だから素材集めに協力しようと思って3万の、うん、いやでもまあまあまあ裏でもらってるんでしょ。裏でもらってないはずがないもん。てかアイラすげえな、1000万プレイヤーか。月1000万ってえぐいな。えぐっ。いやすごいよな、配信でこんだけ稼げる時代来てんだもんな。え、ちゃんまにブロックされたの？マジかよ。一番稼いでるアイラ様が認めたらレジェンドで良いんじゃないですか。あー、もうまあ難しいよな、配信の基準ってね。閲覧っていう基準もあれば、コメントとか面白さとか、あとネームバリューとかさ、稼いでる額とかいろいろあるじゃん、評価基準が。だからもう特に今多様化してるから。ふわっちのコラボバグだらけだった。さっきシャンマンと話してたよ。シャンマンの放送終わったの？久々に話したね。うん、あ、シャンマン終わりでこっちに流れてきたのか。いや最高月収960万っていうのが面白かったね、うん、落ちた。はい、のんちゃんおかえり。いや面白かったわ。いや、アメリカ人結構ね、冷静に淡々と追求していくんだよね。ただね、あそこのリスナーさんって結構その目が肥えてるから、新人に対して厳しいのよ、すごく。だからそのなんつうの、控えおろう控えおろうってなるのよ。でもチャンマンがこいつ面倒見るよっていう発言が一つあると、チンミナンも可愛がってくれるの。そういう構造だから、新規でね、あの入っていくのはね、何回もトツかけたりしないと可愛がってもらえないから。
月収良くても運用できなきゃ意味ない。いや、月収良くてもっていうか、まず食えるところでしょ。運用なんてする必要ないんだよ。配信が仕事なんだから。さあ、まあ丸くなったよね、だいぶね。そう、運用はしなくていいんだよ、別に。俺ら FX 配信者じゃないから。うん。運用よりも、まず食うところ。15万、20万稼ぐところがスタートでしょ。うん。そっからまあ余ったらね、100万とか稼げるようになったら50万どうやって何に使うかの投資が始まってくるんだろうけど、俺はまだそこのその域に行ってないからね、うん、もうちょっと頑張んねえとな。ビットコインどうなってんの？ビットコインやばくない？暴落してるね。まさか150万まで落ちると思わなかったからびっくりしてるよ。シャンマンは昔からチェックするよ、いろんな配信者、若手をすごい見てるよ。ふわっちなら永遠ならいいけどね。永遠はないよ。うん。永遠はないけど、ただ、そこを気をつけないといけないところで、そう、荒野とかドレさんって、ふわっちがなくなったら最も危険なタイプなの。で、そう、新八丁とか金林さんとか、どこ行っても通用するの。俺はそっち派だと思うの。もう、例えば俺が YouTube ライブになってふわっちが潰れたら、トレンドのサイトでみんなで引っ越して生き残れるっていう保証があるのよ。ただ、ふわっちだけに依存してるとね、そこがね、ないの。鮫島さんとかも絶対大丈夫の。うん。だから金稼げるサイト。ビットコイン何十にないんだ、今。うん。ふわっちは永遠はないでしょ。まあ、多分10年ぐらいじゃないの。10年もないかもね、5年ぐらいじゃない。なんか新しい、その、テクノロジーとかイノベーションがどんどん起こっていくから。YouTube ライブ面白いよ。うん。もう俺3年前から目つけて、ベータ版ずっとやってる。うん。ただね、YouTube ライブの欠点が新規が来ないの。新規が全く来ないの。要はもう囲い込みのガチガチで、要は YouTube のチャンネル登録ある人、ファンサービス向けのサービスになっちゃってるから、俺ら配信者は新規の奪い合いだから、それで撤退したの俺。もうちょい改良が必要。今日コラボでおとなしくしてた和道さん、切れたら一番ぶっ飛んでるから面白い。ハラハラした。ハングアウトの頃じゃん、3年前。いや、あの、ベータ版があったの。ハングアウトの前。もうちょい前。あの、ベータ版っていうのがあったの。タイムラグ2分とか。タイムラグ2分。で、その後、ハングアウトっていうのと提携が始まったんだけど、生放送の会社、別の会社を買い取ったのよ。その、Google で持ってた、その、Google の機能だったじゃん、ハングアウトが。YouTube ライブのベータがあって、ハングアウトがあって、ハングアウトよりも、ベータの新しいシステム買って、こっち側が今メインになってる。だから、ハングアウトはダメだと思った。もう、ハングアウトも一回やったけど。はい、よろず師匠、いらっしゃい。今年もよろしくね。うん。あれは7割入ってくるからね、収入が。ただね、7割入ってくるっつってもね、実はふわっちとそんな変わんないんだよ。ふわっちタイムセールの時利用したら、6.5 割とか7割還元だから、こういう福袋とかのイベントの時に買いだめしておくと。だから実質変わんないね。あとね、あの、配信者はね、あの、すぐ、身銭が入ってくるようにしないといけないのよ。1ヶ月も給料待てない。みんなその日暮らしだから。だからね、どうしても YouTube、ライブにね、収入安定してる人じゃないと行きづらいんだよね。うん。あ、そうなんだ。まあ、ブログでも何でも、その、才能のある人は食っていけるんだよ。面白い人は。金前さんも文章の人じゃん。2チャンネラーでしょ。だって新八丁だってブログナンバーワンだったんだよ、アメブロ。僕の感覚によるランキングはニコ生はヨッサン、ツイキャスはこれこれ、フワッチはアイラ様、レジェンドは佐野様。ね、人によるとしか言えないよ、本当に。 YouTuber、 だからね、その、動画なり何なりでも、どこでも大丈夫なんだよ。その、人が面白ければ。面白いことを発表できたら表現者だから、文章に切り替えてもうまくできる。ある程度行く人っていうのは。でも、ファンが作れるかどうかじゃん。結局、この世界って。うん。投げ銭ね、すごいよね。あれ、7割入ってくるからね。でも、母体がすごいからでしょ、多分、その人は。多分、アクセス数がすごいんでしょ、多分。同時閲覧が。
おめでとうございます。花火ありがとう。ありがとうございます。匿名さんありがとう。今年もよろしくお願いします。いい年にしましょう。ありがとう。花火ありがとね。ねえ、今年もよろしくだね。みんなでね、豊かになろうね。いい年にしましょう、みんなで。本当に。コラボ終わった終わった。見てた？トト。まあまあ、まあ、シャンマンすごいよね。おい、ハニトロさん、ありがとう。花火ありがとうございます。あんまりね、花火投げすぎるとね、チャンマンが効いちゃうからね。そう。和道に負けたっていうのは屈辱以外でも何もでもないから。ステゴル2は6月だね。6月。潜ってたんだ。うん。アイラと絡みたいんだけどね。なんかアイラが最近なんかやかってくるから絡みづらいんだよね。うん。アイラは別に嫌いじゃないんだけど、なんかすげえ上から物申すようになったから、なんか嫌なんだよね。昔すげえ仲良かったんだけど。変わったよ、あいつは。うん。ありがとう。バカザイス。ありがとうございます。てか最近頻尿なんだよね。すげえおしっこ近いんだけど。病気なのかな、これ。トイレ何回も行く。だよね。でも喋ってると喉がすごい渇くの。今水だよ。うん。月収1000万稼げば変わるっすよ。何が変わるの？うん。寒いからって違うんだよね。夏ぐらいからもう膀胱がガバガバなんだよ。多分ね、座ってるのが原因だと思う、俺。うん。今日からジム通いますよ、皆さん。うん。ハルンケアのウーロン割り、うん、何それハルンケアって、うん、頻尿の薬なんだ、前立腺肥大と私は言われた。前立腺肥大なのかな。ドレさんのメニューっていうか、まあまあまあ、ドレさんに言われたことは守るよ。今日も40分走ってきたよ。筋肉痛だよ。で、ジムに行ってくる。で、まあ今日も夜走るんじゃん、起きたら。起きたら走ると思うよ。片道20分走って。Pガーデンを突お事故。あ、プレシスガーデン、いつでもおいで、ここに。対談しようよ。本当に本当に。俺はいつでもウェルカムだから、カオスだったら。普通に話そう。普通に来て。手ぶらで来て。うん。いや、本当に本当に。やろうよ。俺はカオスにすごい、俺からオファーかけてんだから。俺からオファーかけるのは珍しいんだよ、本当に。俺配信者に他人に興味持たないんだから。うん、ウェルカムだよ、ウェルカム。トイレ行ってくる。おい、金閣寺、お疲れ。うん。お疲れ。うん。骨盤底筋って何？骨盤底筋って。いや、舌出してるっていうか、まあ、ちゃんまんは面白いなって思うよ、毎回。だってよ、最高月収はよ、店やってた時は、まあ、900ぐらいかな、つって。うん、まあ笑うでしょ、うん、いや、あのね、俺ちゃんまんのあのこと知ってるから分かるんだけど、だいたいこれくらい持ってるなっていう
大体これくらい持ってるな。多分ね、でも、取り巻きの人と話したことあるから、ちゃんま稼いでたの事実なんだよ。だから900はちょっと盛るとして、まあ佐野節だから多分ね700はいってると思うよ。ふかしはふかしはするんだよ、ちゃんまは。でも結構ね、そう、ほら取り巻きのほら人と話したら、あ、この人稼いでたよって言ってたもん。うん、いやちょっと盛るんだよ。700、600は硬いと思うよ。まあ、900はサービスだよね。リップサービス。おー、まこやん、明けましておめでとうございます。ありがとう、アイテム。今年もよろしくお願いします。良い年にしましょう。うん。うん。アウトローではないんじゃん。うん。うん。ワドさんをレジェとおだてるワドさん最高だった。どういうこと？いや、金閣寺は呼んでないから。金閣寺お前は呼んでない。お前はまだ早い、お前はまだ早い、金閣寺は配信者認定してないから、ただのリスナーだから、俺からしたらまだ早い、俺の中では金閣寺はただのリスナーだから、配信者ではないから。アメジンさんが噛みついて和道さんがなだめる感じが良かった。パータローって言われてたから、ね、コッパ野郎とか。コッパ野郎って、コッパ野郎って俺ドラゴンボールでしか読んだことないよね。いや、配信者とリスナーっていうのは大きな隔たりがあるの。で、ただ配信をつけてたら配信者名乗れるわけじゃないから。ただ配信をつけてたら配信者だと思ってるのはもうリスナーの感覚なの。そう。だから自己紹介するときに金閣寺は大手さんに挨拶に行って、僕も配信やってるんですよっていう自己紹介をするタイプなんだよ。いっぱいいるの。僕も配信者なんですよって。閲覧さんでしょ。コッパ野郎パータローってね、お墨付きいただいたのは、でもまあアメリカ人に名前呼んでもらえたんだから放送見てるよっていう、あれはサービスだよ。見てねえよっていうのは見てるよっていうことだから、あれはね嬉しい。ちゃんまんのこと知ってるリスナーだったらね、おーってよかったなーって、アメリカ人って。自称配信者はもうクソダサいね、本当に。いや、自分から配信者やってますって名乗るのは俺はもうプライドが許さなかった。自分から言わなかったもん。でもね、世界変わるよ、ある一つね。街歩いてて和道さんですよねって言われた時に俺はもう世界変わった。ロムってりゃいいってことじゃないんだよ。配信者としてもプライド持ってるかどうかなんだよ。配信者としてプライド持ってるかどうかなんだよ。そう。要はね、配信者に慣れてないリスナーで配信つけてる人ってね、結局ね、ファン目線でもてなそうとしてないの。他人の話をリスナー目線でばっかりしてる人がダメな人。で、その目線から一歩ずれて、配信者として、そのリスナーさんにこう自分の話ができるようになったら配信者、閲覧の数じゃないんだ。ちゃんまんが和道さんを認めた発言するなんて3年前からしたら信じられない。本当だよね、本当に本当に、誰だおめえこの野郎ってだから言われてたの。それこそ金梅さんと絡んだり鮫島さんと絡んだりとかありえなかったんだよ、3年前どころか4年前なんか。野菜の行商の女の子はニューヨークでキャスしましたよねって。へえ、すごいね。それはすごいね。まあカオスはね、顔に特徴あるから覚えられやすいっていうのはあるかもしれないよね。それはいいね。ニューヨーク配信なんかめちゃめちゃ武器じゃんね。街歩いてて声かけられたのって地方のバーかキャッチの黒人しかない。声かけられたいでしょ。
それがさ、月に1回ぐらいがだんだん1週間に1回になって、で今度毎日外に出たら毎日声かけられる生活に変わるのよ。だからだんだん慣れてくる自分もいるんだよね。ちょっとそれは面白いよ。で金梅さんとかちゃんまんとか鮫島さんとかもっとだから、そのもうレベルが違うんだよ。金梅さんなんかすごかったよ。その日高屋を出たの、金梅さんと一緒に。そしたらキャバクラの女の子がギャーって、本当に黄色い線上げたよ、キャーって、金梅さんって。芸能人だよ、芸能人。安尾さんいらっしゃい。パトラッシュさん、バツ2の人だっけ。いや、そういうのはない。あのネット用語ですごい有名な格言があって、インターネットのリスナーさんが実害を加えた事例がないって言われてるの。リスナーさんは口は出すけど手は出さないっていうのは有名な格言。はい、鑑賞ちゃんお疲れ様です。明けましておめでとうございます。そう、口は出すけど手は出さないっていうのは結構その古くから言われてるしきたりみたいな配信者代々伝われてて、で、おい、ハニトロさん花火ありがとう、ありがとうございます。そう、でもこれも覚えておかないといけないよっていうのは教わって、和道くんねって、和道くんが命の危険になったりとか困った時も手は出さないからねって、それがリスナーだからって。その距離感はそのリスナーに困った時に助けて助けてっていうのは間違ってるよって教わった。あくまで口を出してくれる存在だからって。で、いつでもこの人たちを親友だとか友達だって勘違いしちゃいけないよって。あなたはパフォーマーだから、口を出されてなんぼなんだからって。だから助けてとか手を出してもらおうとしたらあなた間違ってるよ、配信者としてっていう風に言われた。ありがとう鑑賞ちゃん、ハートありがとうね。鶴の神はだって配信者と配信者じゃん。配信者と配信者のトラブルはあんの。ただリスナーと配信者のトラブルはほとんどない。もう聞いたことないもん。え？あったわ。事例が後ろにあったわ。唯一の例外が後ろにいたわ。ごめん。あるわ。実害あるわ。おい、ハニトロさんありがとう。花火ありがとう。そう、リスナーと配信者のトラブルとほとんどない。よっぽどのことがない限り。あ、24時間ゲストハウス状態なんだ。へー。あ、だから毎日毎日いるんだ。知らなかったわ。そういうことか。女性主はある。女性主は気をつけないとダメ。ストーカー実際何件も相談受けたことあるし、住所特定されて家にドアノブ先輩来る怖いっていう相談いっぱい受けてる。女性はある。あります。女性配信者はある。だからその色気売るのも大変なんだよ。色気売って楽してるわけじゃないんだよ。まあでも色気売ったらそうなるわな。要は疑似恋愛させてんだからあんま良くねえよ。そういうもんだろう。距離感はね、すっごく大事にしてる。俺はリスナーさんとの距離感は絶対に測り間違えないようにしてる。友達になったら終わりだと思ってる。だからリスナーさんと配信者の距離は絶対に縮めない、どんなことがあっても。それはもう鉄則。絶対離れるから、そういう人は絶対に離れる。若手を育てるのはもう金梅さんが抜群でしょ。若手を大手に何人変えた？だって野田総理も実は金梅さん発信なんだよ。野田総理でしょ？荒野でしょ？光くんでしょ？セブンさんもそうでしょ？橋本くんでしょ？あと誰いる？あと誰いる？まあ、春さん、つばにゃん。あと誰だ？まあ、なんだっけ？なんとかちゃん。ねえ、たまちゃん。すごいよ、本当に。あと、あれだよ。ランハゲさんもそうだよ。大手までしっかり面倒を見て育てられるのは金梅さんしかいないでしょ。金梅さんは有名だよ。本物のレジェンドになったのはそこだって。
自分が大手になっただけじゃなくて、周りを大手にしてるんだよ、完全に。そう。だから俺は金梅さんにズブズブにならないようにしてんの。金梅さんとはお会いしたら楽しくお話しさせてもらうけど、金梅さんの力で伸びることは可能なんだけど、そう、金梅さんのあくまでそのリスナーっていうのを消すのが大変だから。じゃあ俺、金梅さんにはズブズブにならないように超気をつけてる。伸びしろがあるとか見込みあるとかじゃない、もう。俺と絡んだら大手になれるっていう。そう。だから金梅さんは、こいつだって思って気に入ったやつ見つけたら、お前大手になりたいかっつって。配信外で。で、もう俺についてこいっつって。そういうタイプの。絶対大丈夫だから。お前、大手になりたいのかって聞くの。そう。伸びしろがあると思ったり、見込みがあったり、気に入ったりすると。だから、ドルさんはそこの下心があるから、金梅さんそれ見抜いてるから違うっつってんの。要はね、自分のリスナーのこと考えてて、金梅さんは。自分のリスナーと相性のいい後輩を育ててんの。だから俺も違うから、俺は分かってるから、その金梅さんファミリーに入らないようにしてんの。あくまで。そう、見込みありと気に入ってるかどうかがでかいね。あと自分のリスナーが、そう、なんつうの、中継ぎできるかっていう。回せるかどうかを計算してるんだと思う。だからタイプの違う人は育てない。金梅さんは。金梅って名前が良かったよね、あと。すげえ当たりの名前と、サムネを変えなくて、当たりのサムネだと思うよ、あれは。すごくいいサムネだよ、金梅。大事大事。そこはセンスなんだよ。あ、マロニーわかんないな、ごめん。マロニーさん俺わかんない。多分ツイキャスの人だよね、マロニーさんってね。ニコ生だっけ？わかんないわ、マロニーさん。キムバエ。キムバエ。え、でもそれ在日確定だな、じゃなくてネタにしてるよ。昔から。サム。キンバイさんはキムバエっていう、その韓国名があるっていうキャラクターがあるの。キムバエっていう。のんちゃんだって配信リスナー歴9年のベテランだもん。みんなの先輩だよ。みんなの先輩。パイセンですよ、パイセン。のりこパイセン。プロリスっていうか、まあまあまあ、古いよ。だから、なんだろう。付き合った時なんかびっくりしたよね。ああ、香川さんの店一回コラボしたいなーっつったら、のんちゃんに任せろっつって、香川さんに速攻電話してんの。あ、のりこですっつって、どうもーって。和藤さんがね、お店でねーとか言って、ブッキングをし始めるんだよね。のりこパイセンは。そう、すげえよ。あ、誰々さん知ってるよーっつって。便所さんにも会ったことあるから、便所さん知ってるよーとか、ね。どうなってんだ、この人脈みたいな。だから、便所さんにのんちゃんのこと紹介したら、知ってるよっつって、オフ会で会ってるよっつって。のりこなーっつって。そうそう。あ、放置するね。ええー、タバコ吸ってくるわーっつって あれ、いいよね。金梅さんの部屋見てるのミニマリストだよね、完全にね。でもまあ、だん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 、ちゃんまんもなんか、あれだね、丸くなってね、なんかこう、時代の、こう、長老みたいになってきたもんね、ちゃんまんがね。もう完全なご意見番になっちゃってるもんね。もう若手の時代なんだろうな、世代交代なんだろうな。正月らしいこと、餅を食ったかな。餅を食いまくったぐらいだね。トゲトゲはなくなって、いや、たまにやってるでしょ、酒が深く入った時。いや、まあでもプロでしょ、あんだけ人集めるんだもん。すごくない？だって10年間ぐらい現役でバリバリでやってんだよ、あの閲覧で。同業なわけじゃん、後輩なわけじゃん。結構えぐいよ。閲覧500切らないんだよ。
で、ちょろっと調子いいだけで1000人とか行くんだよ。えぐいって。10倍力あるんだよ。5倍から10倍。遠いよ。遠い。遥か遠いところにいる。ふわっちコラボで無名配信者に溶け込んでる姿が丸くなったなぁと思う。声はね、正数字倍音って言って、実はね、正しいの。田中角栄とか美空ひばりが持ってた声で、俺の声ってさ、リコーダーみたいな声の、ピーっていう、倍音がない声なのね。で、ちゃんまんの声っていうのは、ピーっていうのを、ビー、アー、ウェーっていう声なの。これって何かっていうと、自然界の音。波の揺らぎであったりとか、木のざわめきとか、自然界にある音っていうのは、一定の音じゃなくて、その雑音みたいなノイズが入るの、必ず。だから心地よく感じるの。矢沢永吉は、矢沢永吉はそこまででもないかな。そこまででもない。宇多田ヒカルがそうだね。宇多田ヒカルは倍音が強いの。そう。だからアナウンサーとかに、そうそう、F 分の揺らぎとは違うんだけどね、倍音、正数字倍音とかで出てくると、声の質、音の質の研究があるから。だからリコーダーと尺八。リコーダーと尺八。で、俺はリコーダー系の。だから物事を淡々と、話すのに向いてるの。情報をそのまま的確に伝えることは向いてんの。ただ、怒ってるとか泣いてるとか感情を湧き起こしたりとかするのは苦手な声質なの。だから淡々と、ほーとかへーとかいう話をしてた方がいい。でも、ちゃんまんは、抑揚があるから、感情を、なんつうんだろうな、落語みたいな風に聞こえるんだよね。落語みたいに聞こえる。俺もカオスが誰かとコラボしてるの見たことないわ。 ピンでやれよっつうか、ずっとピンでやってるわ。アルファ波とは違うの。音って波形なのよ。で、何回説明したらわかるんだろうな。だから、ご飯が美味しい。ご飯が美味しい。これを倍音含めて言うと、ああ、ご飯が美味しいな。ああ。これが倍音。要は、雑音って言ったらいいのかな。一個の波形の音に対してガーって入れんの。だピーっていうのをブー、ブー、ブーっていう、バーっていう、ざわめきを入れる感じ。ざわめきを入れる感じ。これはね、さっきね、カオスのことを評論したんだけど、実は俺はカオスが伸びる、ホーミーだね、そうだね。カオスが伸びるポイントはもう完全に俺はもう見抜いてるの。俺、分析結構得意だから絶対外さない。俺は、カオスが配信でやってくんだったら答え出てる。簡単に言うとマニアックすぎなの。要は、喋れるのに、話が面白い、人生経験が豊かなのに、あそこ、ドラッグやってる人の集いになっちゃってんの。簡単に言ったら。悪い子の放送になってるの。もうだから、簡単な話すると、ドラッグの話しすぎなの。そう、マニアック路線に気づかずに行っちゃって、マニアックなファンが集まっちゃってるの。でも、この商売って大衆向けにやんないといけないから、もっとマニアックな路線をちょっとカットしていって、カオスが見る世界観みたいな、政治でもいいし、芸能界でもいいし、もっと広げていったら絶対伸びるの。まあ、それが狙いだろうね。それが狙いだろうね。だから言ってんの、俺は。もう出会った時から、この人プッシャーだっつっての。 声帯ボロ雑巾って言ってたけど、あれはあれでいい声なの。めちゃめちゃいい声。めちゃめちゃいい声。だから実は、なんつうの、居心地がいい声してんの。ずーっと聞ける声してんの。疲れない声。疲れない声、素晴らしい。だからね、配信者って声がいい人多いよ。配信者じゃないっていうのはそのことなんだよ。まあまあいいんじゃん、自分のスタイルで。
カオスが楽しくやるのが一番いいでしょ。うん、カオスはセンスの塊でしょ。映像の作り方もかっこいいし、音もかっこいいし、いちいちかっこいい。いちいちかっこいい。うん。いや、あの声はいいと思うよ。俺好きだよ。ちゃんまんの声羨ましいもだから、ヒカルくんもどちらかっていうとそういう声じゃん。いいっすね。うわっす。気持ちいいっすね。わかる？シャンマンと実は声の作り方が一緒で、どちらかっていうと俺は結賀さんと系統が一緒。わだおよおめえよ便所かよな、おめえ便所かよ、お前金儲けに付き合って、おめえ捨て頃とかバカなんじゃねえの、おめえ、お前こんなの興行でお前便所の金儲けに付き合ってって、お前リスナー騙してるだけじゃねえかよなっていう、これは結賀さんに声が近い。エセアカのマイクいいの？性能がいいのかな？2012年ニューヨークからもう6年目だ。俺の先輩なんだよね。そう。でもね、結局なんだけど、配信ってもう答え出てんの、俺の中で。いいか悪いか、やるかやらないか別として、簡単なの。怒らせるか、泣かせるか、喜ばせるか、楽しませるかしかないの。要は、喜怒哀楽をぶち込んだら絶対勝つの。だから、上手い人ほど怒らせるのが得意な、つばにゃんとかパルパルとかこれでしょ。怒らせる。で、泣かせる、泣きゲーでしょ。みんな上手いでしょ。配信サイトはキャスじゃない？カオスは。だから、極端な話、嫌われても OK なんだよ。一番怖いのは無関心だから。だから涙を誘うとか、お涙ちょうだいとか、怒らせる、リスナーをこう怒らせるとか、あれはね、すごい正しいんだよ。マニアックだね、俺は。そうそうそう。強烈な殻を、そう、貫ける人っていうかね、結局、ブログでも YouTube でも実は構造は一緒で、本でも映画でも。実は表現をする人がやらないといけないのは、うまくやる必要ないのよ。そうじゃなくて、人に何か感情を、同じ感情を同調させたりとか反発する感情を持たせたら勝ちなの。で、なんでかっていうと、嫌い嫌いっつっても7回見たら人間って必ず好きになるの。愛着が必ず湧くの。だから、7回見るぐらいのインパクトをつけたら勝ちなんだよ。だからインパクトのある人ほど伸びてるんでしょ、実際。で、初っ端のインパクト強いと、逆にインパクト、普通の放送がない人はどんどん落ちていくもん。だから一発屋って呼ばれてる現象。7回見てもらう。そう。7回で大体好感を持つようにできてんの、平均すると。嫌いな俳優が出てるけど見るうちに気になってきたのあるな。そう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 。もう心理学で決まってんだよ。だから、テレビとかで CM バンバン打つの。あとはこんなにたくさん長く見てきたんだからっていう意地もある。いや、だからね、本当に面白いものを見てるわけじゃないよ、リスナーさんは。気になって気になって好きになっていくんだよ、だんだん。で、本当の嫌いは俺らは無関心だっていう。誰お前とか、ふーんってブラウザバックされる方が怖いもんね。だからまだアンチコメント書いてるぐらいだったらまだ花だよ。俺はいらないけど いらない。そこは俺の弱点なんだけど。アンチコメントもらってるうちが花だよ、最初のうちは。批判されるっていうのは、嫌いっていう感情は好きっていう感情に最も近い感情なのね。キャラはね、キャラは濃い方がいいって、カメオすっごいいい質問。俺の結論。配信会5年やってきた結論。トークスキルじゃありません。容姿関係ありません。キャラクターだけです。キャラクターだけです、この世界。要は、芸風磨いてもダメ。トークスキル磨いてもダメ。芸風磨いても何してもダメ。キャラが強いやつが勝ち。ただそれだけのゲーム。で、どのキャラクターをつけてもらえるかは選べないの。それをつけるのはリスナーさんだから。だから、キャラがついたら勝ちなの。
例えば行くよ行くよみんな行くよ、これ面白いテストするからね。僕が言う配信者の名前を挙げますので連想するキーワードを挙げてください。いいですか。僕がある配信者の名前を言うんで、この人って言ったらこれだなっていうのを挙げてください。いきますよ。ゆいがさん、はい、みんな書いて。ゆいがさん1213でしょ。多分ここ1213で埋まるはずなの。これがキャラの本質ね。ほらみんな1213でしょ。じゃあ今度言うね。うなちゃんまん、そしたら多分バールってくるんだよ多分。うん、そう、いくよ。 OK。 ガリガリとかね。で次いくよ、次いくよ。和道、多分こうしたら詐欺師って出てくるの絶対。バールとか KP とかね。で今度いくよ、うん、アメリカ人、わかる、アメリカ人。まあハゲもそうだよね、ハゲもいいよね。そう、小さな嘘ってなんだよ、うん、そう。要はね、ここで何かが出てこないのは危ないの。こう解放とか、うん、例えば金閣寺って言って何かが出てくるかって話の。要はこれがキャラクターそのもの、うん、そう、そう、出てくるかどうかな、うん、でもっと言うなら、その統一感があればあるほど分かりやすいキャラクターを作って、例えばみどりさんって言ったらアスペって出てくるんだよ多分。アスペとか、その例えば鮫島さんだったら何だろうな、うん、何も出ない人は何もない人、何もないっていうことは何の印象もないってことだからでしょ。だから閲覧があっても何も出ない人はやばいの。ドレさんはだからいっぱいあるの。女にだらしねえとかさ、親父の香典詐欺とかさいっぱい出てくるでしょ。格闘技とか筋肉オタクとか、うん、色黒とかさ、なんかキャラが強いから売れたんだよあの人は。だから統合失調症とか、うん、うん、そう。だからその自分のカテゴリーを持ってるかどうかだよね、自分のカテゴリーを。そう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 、だからレッテル貼られる、貼られてなんぼなんだよこの世界は。レッテル貼られないっていうのはまずい。要は何でもない人だから。で何でもない人は替えがいっぱいいるのよ。でぶっちゃけた話ね、ただ過疎が好きっていう人いるの、うん、過疎配信が好きってただ会話したいだけの人がいるのよ、うん、まあ粘着だね。鮫島さんって言ったら粘着だね。わかるわかる、バカありがとう、うん、うん、嫌いから好きになることはまあないと思うけど、違うよシャムネ、違うの、うん、嫌いから入るんだよ。初対面俺のこと嫌いだった人、俺の放送を見る前まで噂とか最初に見た時気分悪いとか嫌いだった人手挙げ。俺のことを見始めて最初嫌いだった人手挙げで。あのね、これは心理学上絶対に嫌いから入るの。好きから入るってことはないの。むしろね、好きから入って嫌いになったらまずいの。でしょ？そう。嫌いではなかった。うん、そう。好きから入って嫌いになったらもう覆らない。ただ、嫌いから好きになった場合っていうのは、すっげえ強い。絆が。最初から嫌いから入ってるから、嫌われる要素がないの。これ以上信用が落ちないの。そう、で7回ぐらい見たあたりからもうハマっちゃうんだよ。だからさっきの7の理論あるの。平均すると7回見ると好意を抱いちゃうっていう。だから簡単に言ったら7回見られるぐらい露出を。あ、珍しいコラボだったでしょたまには挨拶行かないとと思って。うん、そうそうそう、嫌われてなんぼなんだよ。パルパルとかそれをうまく利用してるよね。うん、そうそう、嫌いも嫌いも好きのうちよ。うん、普通嫌い大好き、いいね、それは理想的だね、うん、見れば見るほど、ああこの人本物だみたいに思ってますます興味出た。あ、もう洗脳されてるねそれそれはちょっと危ない、うん、それはちょっとね、依存してるからちょっと危ない。そうそう、心理学だね。平均すると、もちろん例外もいるんだけど、平均するとそういう風になるっていうデータがあるのちゃんと。ちょっと危ないね、その
この人本物だってなった時に、何か嫌なことを見た時にこの人偽物だに反転するのよ、バチンって。すごくそう依存して、この人がやること間違いない、嘘つかないってなって、反論を見た時にね、バチンって跳ね返るの。だからそう、少し距離を置いてみた方がいいよ、冷静になって。少し距離を置く。メガホンありがとう。なんでかっていうと、その物事の捉え方っていうのがあって、例えばここにタバコっていうものがあるじゃん。でタバコっていうのは事実なの、タバコっていう存在は。でもこれの感情、タバコって言った時に好きっていう人、嫌いっていう人、美味しいっていう人、臭いっていう人っていう無限の解釈があるの。ここに130人いて、130人別々の感覚っていうものを持ってるじゃん。でネットっていうのはその感覚が書かれるのよ、130人ので、そのグラ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 揺らぐわけじゃん。本来だったら自分の感覚を信じるべきなんだよ、俺はタバコ好きとか。でもタバコ嫌い、タバコ嫌いって99人が書いてたら、私も嫌いかもって思っちゃうのが人間の心理なんだよ。うん、普通から一回嫌いになって近くなってまた戻ってきた。あのね、でもね、嫌いから入った方が俺はありがたい。ワード、お前嫌いだわっていう。なんでかっていうと、嫌いから入ってもらえるとチャンスがあるんだよ。頑張ったら好きになってくれるっていう約束をしてるようなもの、嫌いって。でも好きから嫌いになったらもう戻らないの、絶対絶対に戻らない。だから嫌いですって言われた方がやりがいがある、俺らの商売は、うん、やりがいがある、うん。人の気持ちも時間や分単位で変わることもあるしね。変わるっていうかね、要はね、その同意を求めるの。テルチャンピンが実は何が正しいかっていうと、金の話一切しないでしょ、人のディス一切しないでしょ、生々しい配信論とか一切やらないの。あれはテルはすごい賢いなと思って、俺は絶対できないんだけど、テルが花火上がるのはすっごい正しい。あ、いいなぁ、気持ちいいなぁとか、美味しいなぁとか、楽しいなぁって、もうシェアだけやってんの。共感覚って言うんだけど、嬉しい、楽しい、気持ちいいっていう感覚をひたすらリスナーと共感していくっていうスタイルの。居心地がすごく良くなるの。で、人のディスとか負の感情一切排除してんの、あいつは。あれはうまいよ。まあ本人が狙ってやってるかどうかは分かんないけど、心理学的に正しいやり方をしてる。嬉しいこと、気持ちいいこと、楽しいことだけを共感していく、うん、だから女性からすると居心地がいい、うん、往復系、うん。リカちゃんいらっしゃい、よろしくお願いします、うん。ニコ生の時はかなりアンチコメ書いてた、マジで。その説はどうも。その説はどうも、うん。でもね、俺らの商売っていうのはすごい残酷なところもあって、俺はみんなを好きでいないといけないの。どんなに嫌われても俺はそこからブレない。俺はリスナーさんを嫌いになる資格がないから、俺リスナーさんに嫌いとかされとか言ったこと一回もないから、うん、俺の放送見るなとか絶対言わない、みんな大好きだよって。そこは意識してるね、だいぶ。そう、リスナーさんに暴言吐い、どんなに嫌われてもアンチになっても俺の放送見るなとかブロックとかは一切しない。女性は、気持ちを共に共有したいってあるよね。あるあるある。女性は特にその共感するっていうのが居心地の良さだから、うん、そうだよ。ないと俺はそういうひどいことは一切言わない、うん、それでここまでやってきた部分あるからね。まあすいません、はい、まあ、そうですか、うん。まあ、それをね、嘘っていうかどうかはね、解釈だからね。知らん。嫌いなもんは嫌いなんだ、見なくていいから別に、文句があるなら見るな。和道さんがリスナーの悪口言うの聞いたことないか。あのね、まあ今のは冗談だとしても、冗談だとしても、リスナーさんを晒し上げたりっていうことないよ、うん。よっぽどひどい歯向かい方とか、よっぽど嘘、うん。例えばいるんだよ、リスナーで。あっからさまな嘘をつくやつって。そういうのは、晒し上げて、お前嘘ついてんだ、証拠出したりするけど、俺からリスナーさん晒すことないよ。うん、ない、うん。だって意味ないもん。うん、自分のことは住所電話番号なんか何回晒されてきたか。
でも、だってリスナーさんの住所とか電話番号とか言ったり、社会的な地位を貶めようとかしても何の意味もないじゃん。やらないよ。まあ、いじったりはするよ、とつかかってきて。いじったりはするけどさ、それはほら、みんなで一緒に楽しもうっていうお約束だから。あくまでね、楽しみに来てる人たちだから、楽しんでもらって帰ってもらいたいからね。だからね、手応えのある配信と、あるんだよ。なんか、ゾーンに入ることもあれば、楽しい時もあれば、ぐっすり寝れる日とか寝れない日とかあるんだよ。今日の配信ダメだったわーとか、今日は、だいたいのんちゃんは知ってるよ。もう放送終わりの俺のリアクションだいたいわかるもん。ぐっすり寝れる日あんだよ。全然違う。もう何枠やっても噛み合わない時は辛いよ。要は今さ、俺がさ、その振りをしたわけじゃん。俺はリスナーさんをブロックしたことも一回もないって言って、チャムが突っ込んでくれたわけじゃん。言ってるじゃんとか。ナイトはそれに乗っかるとかやってくれてるけど、こんないくら言ってもずっとポケーっとロムってるやつら何百人いてさ、なんだこれってなるでしょ。掛け合いにならないんだもん。一人で喋ってさ、例えばさ、100人の前でさ、一発芸やってさ、シーンってなったらへこまない？ 100 人とか200人の前で、ね、ちょっと小ボケかましたギャグ言ったらさ、つって、5分間ぐらい、って言われてんだよ。なんだこれってなるでしょ。いやいや、なるでしょ。なんだこれって。なんだこいつらってなるでしょ。いや、そういう時は、ちょっと反省会だよね。一人反省会だよね。でもまあ、リスナーさんと面白い話とか掛け合いとかしたらさ、まあ面白いよ。ああ、今日楽しかったなーって。無言になって途中自分から枠切る人もいるよ。ああ、だから、まあ、あのね、昔はそこを無理して話してたの。だからリスナーが、あーってなってる。俺がドカーンって渾身のギャグ言ったら、あーってなってるわけじゃん、5分間ぐらい。あーってなってるところに、ね、渾身のギャグをかぶせてたの。ただ、5回、6回とかやってて、あーってなってると、もう死のうってなる。ありがとうございます。お年玉ありがとうございます。招き猫ありがとう、トト。ありがとね。おやすみ。そう。だから、無理をしなくなったよね。だからリスナーが、うーって言ってたら、うーって言ってたら、俺も、うーってこうやって被せるようになったね。そう。だから、調和が取れるようになったね。あ、今日はこんな感じかと。じゃあ、俺もこう行こう、みたいな。で、なんか、とびっきりのリスナーみたいなの組んだよ。いや、俺からしたらそんな感じだよ。喋ってて5分間ぐらいコメントねえの、もう。うーっつって。うーっつって。大丈夫かっつって。頼むぜっつって。いや、なんかあるだろみたいな。なんかあるだろっつって。何してんのみたいな。腹立つでしょ。いや、腹立つでしょ。もっと腹立つのは、和道さん、前何やってたんですか？いや、前ね、こうでこうで、こういうことやってたんだよ。で、こうだったんだよ。って、どうした？って。どうしたの？って。さっき質問してたよねって。答えたよねって。キャッチボールできないの？って。そしたら別の。和道さん、食べ物何が好き？あ、俺は、お米が好きで、こうでこうでこうでこうなんだよねって言ったら、大丈夫か？つって。大丈夫？つって。会話になんなんない。こんなの面白くも何ともねえだろっていう、地獄の日があるんだよ。もう本当に。キャッチボールできねえぞ、つって。大丈夫か？つって。その質問なんでしたの？って。もうね、
要は受け身なの。はい、もうねマグロ野郎ですよ。風俗に行ってトークも楽しまないで、もう服脱いでマグロ野郎だよ本当に。バカ野郎だよ本当。もっと俺はピロートークしたいのよ。もっとイチャイチャしたいの。リスナーさんとイチャイチャしたいんだけど、もう いるんだよマグロ、マグロリスナー。そう。なあ、まあまあ面白いやつが来ると面白いもんな。人と人との金掛け合いだからこれは。そう。だからその配信者ってさ、配信者が面白いかどうかじゃないのよ。どちらかっていうとリスナーさんにも面白い人が必要なの。にはね、その面白い振りの掛け合いだったり突っ込み合いだったりするから。で別にそれはそれでいいのよ。見てくれててマグロでいいのよ別に。みんなが楽しんでくれたらいいわけだから。ただね、全員マグロはきついって。全員マグロはきついぜ本当。なんかね、なんだろう、本当になんかシャドーボクシングみたいな。ひたすら見えない何かをパンチしてるみたいなさ。嫌じゃない？だって近所でシャドーボクシングしてる人いてさ、ちょっと興味湧いてさ、あーボクサーなんですか？はい、ボクサーです。試合とかあるんですか？ありませんって。僕はずっとシャドーボクシング毎日8時間やってますって。悲しいでしょ。大丈夫ってなるぞ。俺そういう日多いから。何やってんのワードって、誰に向かって喋ってるんだいって、シャドートークだよっつって。一人だと10分喋るのも苦痛だよな。俺がよく、あのね、正直言うと10分喋ることできる、あの余裕でできる。ペットボトルをこうやって並べてて、これを人だと思ってここに向かって話してた昔は。だから今10分トークラジオっぽくやってっつったらできるの、ここに向かって。だからそのコメントを読むっていうことは人との、これね、ドレさんが得意なんだけど、コメントを読むっていうことはその人との対話じゃん。で実はこれって客いじりに近いからすごく難しいの。それよりもここにもう無言の人が、観衆が見てて、この人に向かって何かをアプローチした方がはるかに得意なの。ただこれをやってもあんまり意味がないの。なんでかわかる？これをやりすぎても意味がない。トークスキルは増える、閲覧も安定する、見る人も増えるでしょ。ただね、ロム線が増えていくだけなんですよ。だから極端に言うと、これを極めた配信者がドレさんだよ。俺はドレさんこのスタイルで合ってると思うよ。いいと思うの、成立してるから。ただその他の配信者に比べて花火は飛びづらい配信なんだよ本来は。もっともっとね、リスナーさんにコミットしていった方が本当は有利なの。そう、あ、難しいよな。そう、雑談配信者ってどんなスキルかって言ったらさ、そのラジオのトークじゃん。いかにみんなが作業してて、仕事をしてて、晩ご飯作ってるんでしょうこの時間帯だったら、買い物してて、トラックの運転しててね、みんなそれぞれ漫画描いてる人もいれば、まあまあここにいるのはどうせビットコインで損してるやつらばっかりだろうけどね。ビットコインに張り付いて、ああでもないこうでもないっつって、ビットコイン、ビットコイン、 FX だの株だのって言ってる人が多いと思うけどね、その人たちのなんかこう安心感を作る仕事なんだよ俺らの仕事っていうのは。そうそうそう、コメントがね、流れすぎてもいいとは思わないの。ただそのある程度その会話に参加する人がある程度いた方が俺はやりやすい、正直言うと。トークが止まらないから。でその一番簡単なのはね、あの俺に対する質問、直接的なストレートじゃなくて、俺の放送を面白くするのはこういう質問がいい。要はね、解けない質問、答えが出ない質問をするの。答えが出ない質問とか、そのなんかちょっと考え方、思考実験みたいなコメントを流す、うん、なんかちょっと小難しい質問を流すと5分間喋れるから。例えばさ、好きな食べ物何って聞かれたらさ、ステーキだよで終わっちゃうじゃん。それってすごくそのトーク下手っていうか、その日常会話が下手な流れなのよ。その質問してシーン、質問してシーンっていうさ、その結ばれないカップルの初デートの会話みたいになっちゃうの。でトーク面白いやつっていうのは、なんかその5分間喋ってたりとか10分間喋れる話題をポンって置くの。
それがね、うまいやりとりだよ、うん、うまいやりとり、うん、だからね、ちょっとこう広げるっていうか、何でもいいの、何でもいい。例えばその世の中から戦争をなくすためにはどうすればいい？和道っていうコメントが欲しいね。和道、なんで世の中には男と女がいるの？それはね、つって。ねえ和道、コーヒーを飲めるのは大人に、この質問はダメだ。よくわかんなくなってきた。そう、ググレカスで終わる質問はもう質問になってないんだよ。Google にテンプレートの答えがもう用意されてるわけじゃん、現代っていうのは。だからこの人だったらこのものの見方どう考えるんだろうっていうのをやるのが一番面白い。ビリーさんすごい正解。ググって出てくる情報っていうのはね、面白くない。多文化共生が戦争をなくす説あるけどどう思う？多文化共生ってなんだろうな。俺は戦争、地球人の戦争をなくす方法は一つだけあると思ってる。絶対にこれうまくいく。宇宙人作る。で、宇宙人に我々は地球を破壊するって言わせる。その時初めて地球上の戦争がなくなると思ってる。要は、嘘でもいいから宇宙人、俺だったら作るよ。本気で世界、日本を、世界を平和にするんだったら、地球を平和にするんだったら、火星人作りゃいい。これはね、国の成り立ちが全部そうでしょ。小さな国からどんどんこう戦争をしてて日本になった。で、アメリカに負けてアメリカの属国になってっつって。ね、世界はそうやってできていくのよ。だから、仮想敵が必要なの。うん。いや、本当に。エイリアン作ったら早い、うん。で、もっと根本的なこと言うなら、それが、その、太陽系戦争とか銀河戦争とかさ、スケールがでかくなっていくだけなの。要はそれくらい人間は愚かだっていうのが俺の見解。それ以外ないと思う。俺は戦争をなくすのはない。てか俺太ったな。ここ2、3日で顔パンパンになったな。超太った。AI にっていうかね、どうなんだろう。俺は本気で多分、その、アメリカとか宇宙人作ってんじゃねえかなっていうのは本気で結構考えてるかもしれない。UFO とか。うん。まあ、それくらい人類は愚かだっつうことだよな。あとはね、やっぱ直接本当の意見を流さないとダメだよね。持ち食いすぎたね。あのね、俺はね、あんまりね、敵作ってやる配信好きじゃないんだよ。ぶっちゃけね、あの、花火対決っていうのはうまい仕組みで、花火対決って囲い嫌がるでしょ。普通の花火師嫌がるでしょ。あれなんで定期的にやるか知ってる？花火対決って。例えば、便所さんとツバニャンの花火対決やったら、ツバニャンはツバニャンの花火師さん怒るでしょ。こんなのやるなって。で、便所さんの花火師は怒るの。こんなくだらないことやるなって。でこれ配信者は何をやってるかっていうと、これね、配信者って頭いいんだよ。よく花火対決やるだろ。ツバニャンのこと嫌いな人が便所さんに投げるので、便所さんのこと嫌いな人がツバニャンに投げるっていう仕組みなの。だから普通に応援してるリスナーは気分が悪いの。だから荒れるの。絶対にこの構造なんだけど、そう、もったいないじゃん。アンチの取りこぼしを指定する相手に振り込みませあった方がお互い得するわけじゃん。なんか敵が多い配信者は得意なんだよ、これ。なんかこれ、一種の詐欺なんだよ、これ。あの、花火対決って。だってアンチが投げてるに決まってるじゃん。罰ゲームやらせるために。出来レースなんだよ。うん。だからドレさんとか花火対決やったら有利なんだよ、あの人は。うん。でも俺はこういうやり方好きじゃないね。うん。あんまり、その、普通のリスナーさんが離れてっちゃうと思ってる。そういうことばっかりやってると。うん、まあ、仮想敵がいた方がやりやすいんだよな。だから、お互いのアンチがフォローし合うわけじゃん。うん、でも、俺か、いなくない敵。もう別に誰か嫌いって言ったことないはずなんだよな。ライバルとかいないし。うん、なんか結構孤立してるよね。
ピンでやってってると思うよ。ここ1年間変なコラボとかしてないもんな。誰かと慣れ合ったりとかもしてないし、完全にスタンドアローンでしょ。今5時か。5時、やだな、ジム行きたくねえな。いじめられないかな、なんか何こいつみたいな顔されないかな、寄り目が来たみたいな感じになったらすげえ嫌なんだけど、なんか大丈夫みたいな、肩は来たよとかなんない。石野はスタンドアローンつうかな、どうなんだろうね。石野はどういう路線でやってくんだろうね今後。ちょっと見えないかな石野が。まあまあ本人が幸せだったらいいと思うけど。ヌメさんメガホンありがとう。より目が通る。ヒュールルンルルン、ヒュールルンルルン、より目が。あー、よろしくお願いします。いい年にしましょう、一緒に。よろしくお願いします。今年も1年ね、みんなでハッピーになりましょう。でもまあ去年はふわっちの年だよな、本当に。配信者が食えるようになったっていう配信者元年だと思うよ。リスナーに協力してもらってトレーニング、いやだからいつも言ってんじゃん、リスナーは手は出さない、口を出すだけだって。いや俺もバカだよ、俺もさ、うまくやればいいんだよ、和道って。ジークンドーだよ、和道、古武道だよ、和道、柔術だよって俺はもう言っちゃうんだよ。バカ、ボクシングだって。何回も言ってんのに、いや、ボクシングだよ、バカって。はい、ワッチー、ハート20個ありがとう。いや、そこをね、いや、古武道っていいよね。古武道、勉強になるよ。古武道の DVD 見たよ。っていうのが、俺は、花火上がる配信者だと思うよ。俺だから自分でね、下手だなって思うもん。なんかこう、うまく、その、なんつうの、すり寄るっつうかさ、リスナーさんにすり寄ってさ、そのバカだなっていうのを抑えて演じきる、すごいっすねすごいっすねってやってた方が可愛がられるんだろうけど、俺のプライドがそれを許さないの。なんだろうねこのプライドは。なんでこれができないんだろう、いや俺とドレさんは仮想的にはならないかな。でもね、ドレさんが便所さんと対立構造を作ったのは俺は結構ありだと思ってるんだよね。それをネタっつうか、そのエンターテインメントまで消化できたら面白いんだけど、ガチだから。ありがとう、メガホン100個ありがとうね、ワッチ。ありがとうございます。一緒に楽しんでください。僕もみんなといると楽しいんで、一緒に楽しみましょう。いい年にしましょう。どうなんだろうね。何、そう、例えばさ、チャムが言うさ、リスナーさんに協力してもらったトレーニングっていうのは何、参加がしたいの、いやー、ほんと不器用っつうか、ほんと下手だなって思うよ。ほんとに下手、俺は。要はさ、まあぶっちゃけた話をするとさ、こんなタメ語使ってるけどさ、まあ俺よりも年が10個上とかですよ、5個上10個上とか、要は先輩なんだよ。そうだから可愛がられてなんぼなんだよね本当は。だからそのなんつうの、ちょっとほらトゲがあるじゃない和道は。だからそのだからそのドレさんにもいろいろそのプライベートで配信論とか話したんだけど、やっぱ同じ答え出たね。和道はその40代になったら強くなるよって。それはその今生意気だ生意気だって、特に27の頃もっと言われてたの、お前みたいなやつ生意気だって。もう正論を言っても意味ないんだよ。要はね、説得力が生まれる年齢になってないの、単純に。だからもうこれは貫くしかないなって。今路線変更したら変な40代になるから、もう突っぱねようと思ってる。ミット打ちの練習ならリスナーでも協力できるんだ。ミット打ちを甘く見すぎだよチャム。ミットってパンチ打つより難しいんだよ。
ミット持ったことある？あれ誰でも持ってるように見えるでしょ？違うよ。この角度でこうパンで少し合わせるんだよ。パン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 とかやってるでしょ？超むずいんだよ。そう、ワンツーって弾いて、そのボディとかできないダメなんだよ。下手なミットで、その打ったら下手なコンビネーション覚えちゃうんだよ。だミットって超難しいよ。うん。ちゃんと綺麗なフォームで打てる角度で打つし、そのボディとかアッパーとかも展開できないといけないんだよ。ミット打ちの練習できるの？うん。あー、ドレスさんの話に賛同できないときはたまにあるね。うん。たまにあるけど、別になんか反論はしないかな。頑固だよ。頑固頑固。だからよく言われたもんね。これでもだいぶ丸くなった方だけど、プライド捨ててやれよって言われたもん。うん、よく言われた。プライド捨てたらって。うん、プライド捨てたらって言われたら、こう答えたの。なんだそのプライドの塊みたいな言い方はって。おめえがプライド捨てたらどうだよって。その、なんだつ。お前上から目線だなって。お前のコメントが上から目線だろうって。ってやって、5年生になりました。見えない何か戦い続けてきた。だってさ、上から目線だろっていうのをさ、はるか上から言ってくるわけじゃん。お前の目線どこなのって言いたくなるじゃん。お前上から何言ってんだよって。いや、上から言ってねえよ。おめえが上から来てんだろって。どこ目線だ君はって。だからさ、その俺はさ、放送って若い子が見る文化だと勘違いしてたのよ。正直言うと10代20代が見てると思ってたの。そんなこと全然なかったの。もう3,4,50 代のメイン層は、それはね、そこに気づくまで2年かかったね。すごい時間かかった。大変だったよ。ドレさんは何だろうな。ドレさんは経験も素晴らしいし、すごく知的な話もできるし、説得力があるんだけど、3割ぐらいが妄想なんだよね、ドレさんの。あのね、3割ぐらいが強烈な統合失調症トークなんだよ。だから7割のね、その本当の生きた情報と3割の病気感で、ドレさんのことをすげえって言ってる人ってそれに気づいてない人じゃん。で、ドレさんのこと嫌いって言ってるのが、その3割が猛烈に嫌いなんだよ、その妄想が。そこが面白いと思ってるんだけどね。うん、そう、3割ぐらいどぎつい妄想が入ってるんだよ。そう、だからちょっと一歩引いてみないとドレさんの放送は楽しめないし、引きすぎてこの嘘つきって見ると面白くないんだよ。このおじさん病気だなっていう温かい目で見ないとダメだと思ってるね。距離感を間違えるとドレさんの放送はくっそつまんなくなるし、くっそなんか盲信的になりやすいと思ってる。おお、マニア様ありがとうございます。すいません、初絡みなのに。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。いや、ちゃんまんと付き合った方がいいと思うよ。マジな話すると。本当に。配信で、なんかこう、ドーンっていう、チャンスだと思うよ。うん。だからね、電気工具でいじられた方がいいと思う、ちゃんまんに。ネタになる。ね、ちゃんまんにね、俺と一緒に住もうぜって言われてるのは、チャンスだよ。アンチが増えるっていうか、アンチが増えない配信者は売れてないやつだと思う。俺は。要は、アンチが気にするってこと、人数増えたらアンチは絶対増えるから。うん。あんま気にしなくていい。まあ、女の子だからな。うん。でも、ちゃんまんに口説かれるっていうのは結構、俺だったら飛び込むよ。うん。ねえ、感じるでしょ？ 3 割の。その妄想っていう、そこをね、その温かい目でこう楽しめるっていうか、また始まったな病気がっていうのを見れると、ドルさんが可愛く見えるんだよね。うん、すっごい偏ってる。すっごいドルさんは実は偏ったポジションなんだよね。
特にね、政治の話とかね、させるとね、すっごいポジション偏ってるよ。なんだろう、結構偏ったポジションになるとき、いつだろう、どんな話だろう。そう。あのね、障害者手帳とか障害者とか生活保護の話も結構偏ってる。そう。だから、それを見抜けないと盲目になっちゃうじゃん。で、ドルさんは、そのいろんな多角的な角度を見ても、そこに至ったんだろうけど、要は、ドル信者になっちゃうと、その、なんつうんだろう、そのドルさんが言ってることが、かっこいいとか、本当なんだって影響力を与えちゃうから、若い子は危ないと思うよ、ドルさんの放送。ちょっと、まだ早いと思う。陰謀論っていうか、なんて言えばいいんだろうな。偏ってんのに一般的みたいに話すから立ち悪い。ああ、そうなんだよね。それはあるよね。七原くんわかんないわ、ごめん。名前しか聞いたことない。配信見たことないんだよね。わがありがとう、野間犬さん。相手もありがとう。でもね、その偏ってる情報をバンって伝える能力っていうのは配信者にすごい有利な能力なんだよ。要は説得力がある。ドルさんが持ってるのはね、そこのパワーっていうかね、言い切り力が強いから、俺はそこは武器だなぁとは思うけど。あとね、ちょっとやっぱりね、2チャンネラーなんだよね。いまだに2チャンネルが情報源だから、ちょっとね、偏った情報なんだよね。要はさ、学歴もいいわけじゃん。学歴もいいと思うのよ。コーテさん。K0TE さん、どうもです。だから、なんつうんだろうな。ちょっと偏ってるよね。ちょっと偏ってる。関慎吾は、もう、抜群でしょ。ミスター配信者でしょ。あれは。いや、もう底抜けだもん、本当に。すげえ面白い。そうそう。いや、全部の配信者に言えることだと思うよ。はい、数合わせありがとう。全部の配信者に言えることだよ。そのね、深く入りすぎたらダメなんだよ。この人が言うこと間違いないみたいな感じで、盲信的に見ちゃう人っていうのはネット向いてない。そうじゃなくてね、要はね、人の話聞くときは話半分って言うわけじゃん。要は、本気では聞くんだけど、半分嘘だと思って聞かないといけないんだよ。そう、俺も含めて全員そうなの。ああ、寂しいよね。香川さんの放送。まあ、香川さんは、あれでしょ、経営一線退くでしょ。あの人は多角的にやるから。勝彦さんわかんないですね。ごめんなさい。あと、その、リスナーさんが思ってるよりも、リスナーさんは配信者にすごく影響を与えるし、みんなはね、たかがコメントで、すごくその時の酔っ払った気分であったりとか、イライラしてたり、イライラをぶつけたりする時はあると思うんだけど、みんなが思ってるよりも、配信者はリスナーのコメントに傷ついたり感動したりするから、それは覚えておいた方がいいよ。本当にね、1個のコメントに3日間ぐらいね、腹渡に煮くり返って寝れない日もあれば、もう3日間ぐらいすごい1個のコメントに満たされることもあるの。だから、その、コメント1個で人を救うこともできるし、人を傷つけることも簡単にできると思った方がいいよ。で、どんどん大手になっていくとさ、メンタルが強くなるとかさ、その、コメント体制ができてくるとか言うけど、あれはね、実は傷ついてるんだよ。ワイは売名しない、ピンが好き、プロリスでいい、ほな。はいはい、バカありがとう。売名しないっつって思いっきりさっきうなちゃんまんのところに上がってたじゃねえかよ。しつこいって言われてたじゃねえかよ。マニア様に。よく言うわ。金閣寺っていう人がバンバン申請を送ってくるんだけど、何なのこの人って言われてたじゃねえか。よく言うよな。何が売名しないだよな。売名根性丸出しだったくせに。
よく言うわ。そんななんかズームでアップしたり引いたりとかしてちゃんまんの声ラジオで聞いてて、はっきり言うぞ金閣寺、お前がやってる放送万代賞だからね。あのちゃんまんの声聞きながら自分で放送やってるけど、声ミラーでバンなんだよあれ。気づいてないでしょ。あれ通報入ったらアウトになるから気をつけな。よくなんかアップになったらこうやって寝そべってさ、ちゃんまんの放送聞きながらやってるじゃん。あれ危ないかんね。人数が少ないから通報されてないだけで、あれ一発バンだよ。音声ミラーダメだよ。音声ミラーダメ。え、裏取った？運営さんに聞いた？音声ミラー。確かダメだよ。いや、アウトでしょ。俺だって確認してるもん。ミラーダメですって。うん。アウトアウト。すげえ厳しかったよ。だから気をつけな。うん。もったいないよ。うん。せっかくね、ファンがいるんだから。和道のところにバイウェイしに行かないで、お前の師匠はうなちゃんマンだろって、金閣寺のリスナー書いてるじゃん。和道なんかで、その、スキル磨こうとかじゃなくて、お前にはちゃんマンがいるだろって。リスナーさんよく見てんだから。あと中学生なんだろ？もうすぐ高校生になるんだろ？金閣寺。頑張れよ。おい、よい子さんいらっしゃい。お疲れっす。これから働いて、社会人になって、彼女もできて、頑張れよ、金閣寺。中学生の。俺の友達のバンドマンが客に嫌われて客が減って落ち込んでたけど、さっきの和道さんの好かれるか嫌われた方がいい理論は伝えた方がいい。あ、バンドマンは別。あのね、バンドマンは別。ライブハウスでやってたんだけど、あのね、バンドマンはね、客に嫌われて客が減って落ち込んでるっていうことは、ありえないの。理論上。亀尾さん。あのライブハウスやってたから分かるんだけど、ローカルの頃って手売りでチケット30枚とか売らないといけないでしょ。繋がってるの。友達になっちゃってるの。いや、プロ意識が足りないの。だから、チケット買ってとかで喧嘩をするの。本来のファンの人に売るだけだったら揉めるはずがないの。要は色恋営業かけてたりとか、ともえみたいなことをやっちゃってるの、チケット売るために。要はバンドマンの本質じゃないの、そこは。それよりも、好かれてる嫌われてるじゃないの。もうパフォーマンスに特化しないと無理。バンドマンは。もうひたすら露出を上げて、もうバン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 活動の一点張り。うまくいってる人みんなそれ。要はね、同級生で、中村あたるって知ってる？みんな。俺、地元一緒で、中村あたるって紅白出た歌手がいるのよ。性同一性障害の。で、中村あたるすごかった。もうみんなプロ行くって分かってたっていうの。俺、対バン1回しかしたことないんだけど、あたるとは。ずーっと成田の誰も見てない駅前で毎日ライブハウス、ライブしての、路上で。うん、中村あたる、そう。ずーっとやってんの。バカみたいに毎日2時間とか、毎日いるの。それをみんな、その同級生は知ってるから、あれは行くよねっていう。もうひたすら、もう、だからそれくらいのガッツがあるから、必然的にもう本能でわかるわけ。成田でやってたらダメだ。千葉行かないと。で、千葉でやってそこそこ人気になっても、千葉じゃダメだ。東京行かないとって、もう意識がプロになってるから、プロ行くしか考えてないから、毎日やるのよ。で、見えてくんの。ダメな中で。もう意識が違うの。全然違うよ。だから、ライブハウスに来て、売れた人と売れない人はもうね、楽屋でわかる。チケットの生産してる時に、すっごい上手いバンドが、年上の人が何て言うかっていうと、ダメだったところを教えてくださいっていうの。今回どういう展開をしたらライブ良くなりますかって必ず聞くの。ダメ出しを求めんの。そういう人ほどプロ行った。で、ダメなやつ。もう、お疲れ、楽しかった、イエーイ。また出ますね。明確な差がある。本当にもう意識レベルが全然違うの。プロ行く人と行かない人。演奏の技術じゃないの。これは。
ライブハウス、その俺の師匠の PA の人が言ってたんだけど、あのね、10年やったら誰でもプロになるって言ってた。技術はどんなに下手くそでも、どんなにギター弾けないやつでも、10年やってたら絶対にプロ級に上手くなるって。プロになるのは上手さじゃないって言ってた。肝が座ってるのがもう世界観すごかったね。肝も座ってるし腹くくってるよねやっぱり。バンドやってるだけで満足っつうかね、なんかチヤホヤされて、要は天狗になるの必ず。あの200人埋めたぐらいで天狗になるの。もう要は学生バンドのノリだよね。あ、もう全然ダメだよねやっぱり。要はスターになって勘違いしちゃうの、ローカルで。だからその本質的なそのプロデューサーとか聞いても全然評価されないの。地元で集めてる子でしょみたいな扱いされちゃう。もうねあれだよ、あのバンドで売れるやつはもうとにかくもうギター触ってる時間もとにかくライブ出ること、とにかく出てるね。いるんだよ、その友達にもいたんだけど、超ギターうまいの、同級生の中でとびっきりギターうまいので、毎年言うの、5年経っても6年経っても俺はいつかプロになるって言って部屋で腕を磨き続けるので、ライブやったこと1回もないのそいつ、30超えて。こういうのがすごく多いの。それよりも下手くそでも場数を踏んで、その5年間でパフォーマンスをし続けてファンを募り続けたやつが勝ってるね。だから本番をいかにやってるかでしょ。そう、例えばさ、家の中で雑談の練習3年間やってますって、うなちゃんまよりもトークが面白いですって、配信者で一流になりたいですって、配信やったことあるの1回もないですって、意味が分かんないでしょ。それに近いものがあるんだよ結構。何それみたいな。はい、お前ブロックです。はい、はい、さよなら。はい、ブロックです。まあだから難しいよな。うまけりゃ売れるわけじゃねえんだよな。下手でもいいんだよ結局。どの世界もそうだけど、好かれたもん勝ちだよな。好かれたもん勝ちだよ。難しい。ギターやってるんで勉強になります。いいんだよ、趣味でやってるんだったら、趣味でやってるんだったらいいんだよ全然。ギターが好きで弾いてるのが楽しいって言うんだったらいいの。でもね、プロに本気でなるんだったら、結構ねシビア。バンド業界はね、好かれる方が大事っていうか、特に今はそのすごく有利な時代なの。昔ってその地元のライブハウスに毎週出て、で有名な箱ってあるの、要は敷居の高い箱、県内に1個とかあるのよ。東京だといっぱいあるんだけど、千葉県とかだと1個2個なの。もうでそこの最高のイベントみたいなのがあるの、月1の5組6組出るって。でそういう月1回の日は音楽プロデューサーとかお忍びで来るの。だからまずその千葉県内でブワーってのし上がっていって、その箱の、そういう箱って敷居が高いから、オーディションってあるのよ。今あるかどうか分かんないよ。要はそこの箱に認められて専属契約して出れるようになるのよ。でまずオープニングアクトって言って下から入っていくので、どんどん上がっていくの、リーグ制みたいで。でプロデューサーの目に留まってっていう世界なのよ。君ちょっとうちのレーベルからやりませんかみたいな。だからなんつうんだろう、まず露出が多いことと、あの気持ちだよね、気持ち、本当に気持ちだと思うよ。でそのなんつうんだろう、もう答えは出てるんだよ。簡単に言ったら東京に出るしかないじゃん。例えばさ、三重県、わかんない、三重ディスじゃないけど、その三重県とかさ、四国の
愛媛県で愛媛の松山の駅前で俺プロになるんだって言ってたら、いやここじゃプロになれないよって言うでしょ、駅前で言うでしょ、気づかないとダメじゃん、あ俺東京に今いないとダメなんだって。もうね、いや逆算ができるかどうかの、自分が今プロだったら何してるか、要は30歳の時にプロでロッキーオン、なんかロックフェスに出てると CD100 万枚売れてるとかいうイメージができてると、そのビジョンから逆算して29歳の時28歳の時ってやっていった時に、今15歳だとか20歳だと、愛媛県の駅前でギター弾かないでしょ、東京のライブハウスやりまくってるはずなんだよ。そういう逆算ができない人が多いんだと思う。その夢ばっかり見ちゃってる。そのトップダウンとボトムアップっていうやり方なんだけど、夢を見ることも大事なの。夢を明確に、そのプロのミュージシャンになるっていうゴールと、そっから逆算するのをボトムアップっていうのね。ボトムアップ、上から下に下ろしていくの、逆算していくと、これはトップダウンだ、ボトムアップじゃない、トップダウンっていう考え方で、今俺は例えばその三重県にいてとか千葉県にいてとか田舎にいて、東京に住んでなくて、これくらいのギター経歴でこうでこうでこうでって言って上まで計算する、逆とこの2つが計算できないとダメ、両方とも客観、その夢から自分の今を下ろせるやつと、今から夢までその計算できる、そのしたたかさみたいなのないとダメだよ。でそれができないと、なんでダメかっていうと、パフォーマンスができないから。要は客が喜んでるとか盛り上がってる絵から、演奏からセットアップっていうのがリストを作っていくの、それができないの、それができないやつっていうのは、だから多くの人がライブハウスで弾いてる自分に酔っちゃうのよ。ピロピロピロ、俺すごいでしょって、誰も聞いてないのに、そうで俺何々で演奏してんだって、へえって、そうなんだよね、客をどれだけ度肝抜くかみたいな、だからね、やっぱ面白いライブってね、 MC がめちゃめちゃ面白いよ。 MC で大体わかる。要は曲が終わった瞬間黙ってじゃーん、次の曲いきますクソつまんねえだろ、じゃーん次の曲いきますはぁ、って感じでしょ、なんだそれでしょはぁでしょ、次の曲ラブソングです聞いてくださいクソ面白くもないでしょ、なんだそれなの、いやもうあるあるなんだよ、あるあるなの、聞かねえわってなるでしょだからその売れる人ほどやっぱ世界観を持ってるし、ガッて引き込むよね、ガッて引き込むね、MC どうやったら上手くなるんだろう。 MC はだからそのフロントマンの、特にボーカルの技術なんだけど、もうお決まりなんだよ、 MC が盛り上がるパターンって。そのバラードの前にはしっとりする、悲しませるっていう嘘をつくの、嘘を、もうじゃーんって終わったら、次の曲は2年前大切な人が僕の前から消えましたとかね、もう嘘をつくの平気で嘘をついた方がいい。持って持って持っていく、そうストーリーを乗せていかないとダメ、ストーリーを、ストーリーを乗せて乗せていかないと、やっぱり嘘でもいいからやりすぎぐらい乗せてほしいね、ああそういうのいいね、バカ見たか熱くね、曲への気持ち語って、それがまあ定番だよね、あでもね、あのもう超有名な話だけど、騎士団は MC で成り上がった人だよね。
MC が日本一面白いと思う。もうインディーの頃から超有名だった騎士団、うん、むしろ MC がメインなんじゃないかって言われてたもん。すっごい面白いトークライブみたいだった。でも本質的なんだよね。そのボーカルが喋りとか言葉とか自分の言葉で客に入り込ませることができないのに、 MC で人の心をつかめないのに歌で心をつかめるわけが絶対ないよね、うん、だからプロの歌手ボーカリスト絶対 MC うまいもんね。よくよく考えたらそうだよね。語りで人を引き込ませらんないんだから無理だよね。それに才能ないんだったら。むしろフロントマンの一番大事な技術だから。だからよく言うもんね、ボーカルはカリスマ性だって、うん、本当にそう思うわ、うん、まあだからそのギターとかドラムとかベースはそういうボーカル見つけられるかだよね、うん、こいつだっていう、うんうん、ねえ、うん、あだってさだまさしなんか MC の方がメインだって言われてない。さだまさしと松山千春は MC の方が長いって言われてるよね、うん、歌下手だけど人気出る秘訣は何だろう。歌下手だけど人気出る秘訣、うん、歌下手だけど人気出る秘訣、うーん、うーん、歌下手、歌下手で人気、なんだろうね。顔だね。顔だ。顔です、シャンユリ。顔です、今のんちゃんが教えてくれたね、後ろから。顔ですって。顔じゃないって。顔だ、うん、いやでもそうだよね、結論顔だよね。だって俳優でもさ、歌出せば売れるじゃん、うん、あー、俳優の歌に関しては俺突っ込みたいところいっぱいあるけどな。確かに売れるよね、うん、ピアノが下手なら売れるじゃん。福山はね、あのバラードは結構うまいの、コード進行。ただね、ロックやらせた時のあの柴崎コーのあの曲ひどいのよ。ロックやらせるとすっげえダサいの。バッキングギターとか、じゃ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 みたいな。嘘だろみたいな。いやあのね、まあバラードはまだ許せる。福山はまだ許せる。コード進行しっかりしてるから。ただね、ロックやらせた時の福山雅治の絶望感、もうなんか笑わせてるのかっていうか。福山雅治ってでも歌手志望なんだよね、本来。最初歌手でデビューしたけど、うん、いや本人歌手になりたくて上京してんだよ、もともと。あー、ジム行きたくねえな。え？だいぶ顔直したからね。え、福山って顔いじってんの？うん。へえ。デビュー当時の顔全然違う。あ、そうなんだ。まあ、イケメンすぎるもんな、ちょっとな。かっこいいもんね、福山さからね。最初なんかちょっとしゃくれてて。しゃくれてたの？うん。マジか。福山なのに？うん。へえ。しゃくれてたの、うん、どれくらい、これくらいしゃくれてたの、うん、愛としていたのにっつったの、うん、春はやってくるのにっつったの。デビュー当時のカラオケのなんか出演するやつあるじゃん、それは本人出演で、それは直す前のやつ でなんか全然違うと思って。おー、カンマさん、明けおめです。今年もよろしくお願いします。じゃあそろそろジム行ってくるわ。ちょっとしごかれてきます。ありがとうございました。
お疲れ様でーす。Twitter、Facebook、YouTube、ふわっちもフォローよろしくお願いします。お疲れ様です。ボクシングやってきます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。